氷室、久しぶり。こいつは幼なじみの香取と言って、フェニックスの末裔です。先週からこの会社の営業部に配属となりました。転職ということは前は何をしてたんですか？ああ、芸術家です。これが俺の作った作品、テーマは喜びです。前衛的ですね。しかもうちの会社に。おとなしさん、おとなしさんもコーヒー飲みますか？香取も早く準備してってくださいよ。まるで鳥の雛。